日付からいきますね。今日は、8月の秋さんよ。なんだこれ、すぐバッテリーなくなるのかな。わじわじするな。すんません。ちょっと待って。ですね。今日は8月の5日。そうですね。日本は水曜日。ここがカリフォルニアが火曜日、4日で火曜日ですね。時間がですね、今ちょうど日本、ちょうどじゃないか、日本は12時31分、ここカリフォルニアが、午後の8時31分ってところですね。昨日は、3匹魚を釣りまして、2匹はサイズが小さかったんで返して、あと1匹じゃあサイズが大きかったかって言うと、そうでもなくて、その魚は何匹小さくてもとってもいいっていうことで、まあだいたいこれぐらいのサイズの魚を釣りました。名前なんて言ったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど。で、今日ですね、今日もラジオ体操しながらちょっと魚釣りしたいなとかって思って、魚釣り行ったんですが、一匹も釣れませんでした。って言いたいんですが、これ見てほしいんですけどね、これ すごくないですか、マグロです、マグロ すごいっすよね、これ。もちろん私が釣ったわけじゃなくて なんか電動一輪車でこうあっちこっちぐるぐる回ってたんですが、そしたらこうちょうど2、3日なんかこう船で魚釣りに行った人たちに出会いまして、でなんか魚を釣ってきたところに出くわしまして、いやこれ売ってくれないのとかって言ったら、いやこれは売り物じゃないっていうことで、まあそういうふうな感じで、美味しそうだったんですけどね、めちゃくちゃ まあ買うこともままならずっていうやつでしたね。まあ本当やり方によってはね、ああいう形で2、3日船で魚釣りに行ってね、こんなでかい 入らないか、クロマグロもね3匹釣ったみたいで、あとはイエローフィンっていう小さい、まあ1メートルぐらいのマグロのたくさん釣ってきたみたいですね。なんかああいうのを見たらまた釣りね ああいう系の釣ってみたいみたいなのがねありますけどね。まあそんな感じで、まあここカリフォルニアですね。まあ今のところまだコロちゃんでね、まあそうですね、いろいろまた店がね閉められたりなんかしてるところがかなりたくさん出てきてて、ちょっとボリブロが効いてきてるような感じがしますね、コロちゃんの。まあ早くねそれなくなってくれればいいなとかって願ってる今日この頃なんですが、まあ虎ノ門ニュースでしたかね、今日の常念司さんでしたっけ、いろいろコロナについて述べてるのが確かありましたね。多分虎ノ門ニュースじゃなかったかなとかって思うんですけど、今日の虎ノ門ニュース。結構そうですね、確か
常念司さん、ね、この、8月5日のやつでコロナについていろいろ確か語ってましたね。まあいいか。だからあんまりこうあのだいたいあのね大きく影響を受ける方っていうのがまあ75歳以上の方、あるいはこう持病を持っておられる方がこう結構そういうような形で大きく影響を受けるっていうふうな形でこう虎ノ門ニュースなんかでも言ってましたけど、まあ、あの健康に勝る贅沢なしなんで免疫力をね、やっぱり高めて、まあ、いろんな楽しみごといっぱいこうねあの身の回りに落ちてるんじゃないかなとかって思いますね。今日なんかもやっぱりあんなでかいね魚を釣ってる人たちとかが、ああそういう船に乗ってた、まあ自分はちょっと船酔いするんでねああいうでっかい魚はちょっとねあの一生釣れないのかなとかって思ったりしますけど、まあでも分かんないですからな、船酔いまたあのねしない方法っていうのを身につければそういうふうな形でまた新たな夢にチャレンジすることもできるかもしれませんしね。それにはまあ体が資本ですよね。まああの最近は電動一輪車でねあっちこっちこう動き回ってまして、で今日その港のところ行ったらそういうふうに魚をね釣って帰ってきた人たちとかがいたりしまして、あとねやっぱりこうねこれがこうあっちこっちさすってね頭なんかもこうあまりこうお利口さんって言われたことがないんで、自分でお利口さんお利口さんとかね言いながら血液の流れがね筋肉が柔らかくなって血液の流れは良くなる風にね、余分な体重余分な脂肪余分な太りすぎはいらないみたいなねミニマリズムとかって言いながらこうついつい忘れたりしてますけど、まあそんな感じでね過ごしているっていうところですね。よしまた野菜ピュッ。